はい、こんばんは、めいやです。あのですね、今日はこういったところに来てるんですけど、あのここ今見たら分かるように街灯とかが結構ついてて、もうライトつけなくてもよく見えるっていう感じなんですけど、もう今現在9時ぐらいなんですけど、まあ誰も人がいないっていう、まあここはですね、緑道公園っていう場所ですね。でまあ自分も久しぶりに来たんですけど、結構長く続いてる道っていうか公園っていうか、まあそういう感じのところなんですよ。でですね、まあ、今回ここで何を撮影したいかと言いますと、まあ、この緑道公園って場所にですね、あの影女っていう、まあ、霊的なものが出るっていう噂を聞いたんでですね、まあ、ちょっと今回はその影女っていうのを探してみたいなと思って撮影してます。あ、ちょっと暗くなってきたんでライトつけましょうか。まあ、こんな感じでですね、大きな道を挟んで向こうに渡らないといけないんですけど、まあ、昔はここに道がなかったのかもしれませんね。あ、いや、道昔からあったかな。まあここを渡って先に行ってみましょう。少しですね、このこっち側に行くとですね、あの飲み屋街なんかがあるんで、まあ、ちょっともっと遅い時間に来るとなんかここに酔っ払いとかが結構いて絡まれたりするんで、まあ、ちょっと早い時間に来てるんですけど、あ、なんか猫みたいのがいますね、前の方に。さあ、影女は果たしているのでしょうか。あのですね、まあ、その噂としてましては、まあ、正面には立たないらしいんですよね。だいたいここの道を歩いている時の自分の背後に現れるらしいんですよ。で、まあ、こうって気づいて背後を振り返った場合、まあ、自分のさらにその背後に回り込まれるっていう、まあ、結局その常に後ろを取られるみたいな、まあ、そういう感じの霊的なものらしいんですよね。さあ、ちょっと猫についてってみましょうか。お、なんかありますね。さあ、猫が先導してくれているかのように先を歩いていますけど、さあ、でですね、ちょっと自分が考えた撮影方法なんですけど、その正面からだと現れないってことは、まあこのままの状態で背後を映せば映るんじゃないかなっていう、まあ、ちょっとそういう考えがありまして、ちょっと試しにちょっとこっから後ろを振り返らずに後ろを撮影してみたいと思います。それではどうかな。今完全に後ろを撮影しながら前に歩いているっていう状態ですね。まあ、これで家に帰ってそのパソコンで確認したら本当に霊が映ってたとかいうことがあったらちょっと驚くんですけど、まあ、実際多分は映らないとは思うんですけどね。さあ、でもまあどうかな、何か霊的なものが映ってくれると嬉しいんですけど、まあそう簡単には映らないんでしょうけどね。さあ、もう少しで、まあ、この公演も終わっちゃいますけど、うん、まあ、昔は何もなかったイメージなんですけど、今はなんかちょっとした、まあ、こういったなんか子供が乗って遊ぶようなものとかがありますね。この道っていうのがですね、自分が中学生の頃なんかからもうずっとあったところでですね、意外とこっち方向の人はもうここを通って中学に行ってたっていう、まあ、そういう道なんですけど、
うーん、うん、だいぶやっぱり変わってますね。なんかこんなのもその自分が中学生とかの頃にはなかったんでですね、だいぶ変わってます。あ、滑り台なんかもありますね。わ、これトイレですね。綺麗ですね。なんかなんかもうやっぱり30年経てばだいぶ整備されて変わっているんですね。まあ今回ですね、そういったそのまあ影女っていうものを撮影したいって思ってやってきたんですけど、まあやっぱり影女はいなかったみたいですね。っていうか影女ってなんだよっていう。あ、救急車が通ってますけど、まあこれで終わりですね、この公演も。結局、まあ、霊的なものが映るどころか、なんか昼間と変わらないような感じで散策してしまいましたね。なんかとても明るい感じになってますね。もう街灯がなんかもうずっとついてて、もうライトいらなかったかなってちょっと思ってます。まあ、今回はですね、でも全そんなに時間は経ってないんだ。戻りましょうか。ここにちょっと書いてありますけど、飯塚緑道って書いてありますね。あそこに看板がありますね。ちょっと行ってみましょうか。ほうほうほう、なるほど。もう少し先まであったみたいですね。自分が入ってきたのはこの辺りだったんで、いや違うな、ここから入ってきてこうだったんで、意外とまだこっちが先があるみたいですね。今度はこっちをこう歩いてみましょうか。そしたらちょっとまたその、まあ、影女じゃないですけど影男的なものが撮れるかもしれないんで、まあ、ちょっとまた機会があれば、まあ、あの先のルートの方も行ってみたいなと思います。はい、もう早速その緑道公園の逆側の方にやってきました。まあ、ちょっとですね、日にちはちょっと次の日になってるんですけど、天気的にはまあ変わらないような感じなんで、くっつけても問題ないかなっていう、まあ、そんな動画が撮れそうです。まあ、こちら側にもですね、まあ、そういう影女的なものがいるのかなっていう。あんまりですね、自分もこっちの方には来たことがなかったんですよね、当時中学生の頃なんかも。だからまあ変わってるか変わってないかもちょっとよくわからないような、まあ、そんなところですね。もう向こうの方と比べて少しちょっと明かりが暗いような、まあ気のせいですかね。ちょっと消してもライトつけなくても大丈夫そうなんで、どうなのかな。やっぱりライトがあった方がいいのかな。こちらの方に続いてるみたいですね。ちょっと渡りましょうか。よいしょ。飯塚緑道書いてありますけど、もうここはもう全くこっちに行ったことがないかもしれません。っていうかこっち側飲み屋街の方なんですよね。飲み屋街なんで、でまあ今日は日曜日なんですけどね。猫がいますね。猫たちがいますね。なんか3匹ぐらい。わあ、黒ですね。みんな黒ですね。おお、何やってんだよ。ほら、危ないよ危ないよ。まあ、こんな感じで撮影していきまして、もうなんかどっちかって言ったらもうこれ夜間動画の、まあ心霊とかオカルトじゃなくてもう散歩動画みたいな感じになっちゃってますね、実際。ここにはなんかこんなものがあったりとか。一応言っときますか、影女はいるのでしょうか。影女はいないかな。まあ、影女、こっち影男がいるとか言ってましたかね。まあ、影男でも何でもいいんですけどね。
ここって昔は水が流れてたような気がするんですけど、今はもう完全に水がない状態になってますね。なんかこういう感じで、やっぱりこっちは若干暗いかな。あとなんか若干向こうと比べて汚れている感じですね。なんか掃除されてないような、なんかそんな感じがします。またここに黒猫ちゃんがいますね。猫が結構いっぱいいるような、そんな緑道公園となっております。もうそろそろ終わりですかね。もうこっち一本左に入ったら確か飲み屋街なんですよ。それで、ここら辺まで来ると、今日は日曜日なんて言ったんですけど、お盆休みに入って最初なんで、まだこれから1週間ぐらいみんな休みになると思うんですよね。だから結構人が多かったりするんじゃないかなって思います。こういったベンチがあって、こんな感じですね。なんか焼き鳥のいい匂いがしますね。あんまり焼き鳥好きじゃないんですけどね。本当こういう感じでなんかちょっと手入れされてないような草が生い茂っちゃってますけど、そして何か石像のようなのが立ってたりしますけど、ここも昔は水が出てたりしたのかな。でもまだちょっと先があるみたいですね。行ってみましょうか。よっしょ。もう本当夜のお散歩動画になってますね。もうちょっと、いつものオカルト感を出すために一応保険で持ってきてたあれを出しましょうか。ちょっと今日は袋に入っちゃってますけどね。この袋から取り出すのはですね、これですね。じゃじゃーん、読みの目ですね。さあ、この読みの目を使って霊的なものを映せればいいなと思います。で、これが映った試しはないんですけどね。さあどうだ、何か映るか。映らないですね。もう画面見ないで言ってますからね、映らないって。もういいでしょう。この黄泉の目がですね、意外と荷物になるっていうことが分かったんですよ。ちょっと大きすぎたかなっていう。一応10ミリの水晶玉なんですけど、これがもう少し小さければポケットに入るんで持ち運びしやすいんですけど、今現在ちょっと持ち運ぶのにちょっと不便っていうのがあってですね、あんまりこういった外の撮影では向いてないかなっていう、なんかそんな感じですね。さあもうこれで終わりぐらいですかね。こっち来てますけど、ここで終わりですかね。自分もですね、本当ここまでこの道歩いたのは初めてかもしれません。だからちょっと昔と比べて変わったか変わってないかって、もうちょっとここまで来るとよくわからないんですけど、そういった感じで、これで終了みたいですね。もう閉まってるんで、今回はですね、こういった、そうですね、ここで終了です。
なるほど。というわけで今回はですね、この飯塚の緑道公園で影女を探すっていう、またちょっとわけのわからない動画だったですけど、まあいなかったですね、結局。いられてもちょっと困るんですけどね。まあそういうわけでちょっと人が多くなってきたんで、その辺で終わりたいと思います。それではまた。